バネバーブッシュメメックスは彼が寄稿した記事が元となっている。メメックスはバネバーブッシュが1945年のザ・アトランティック・マンスリー氏の記事アズ・ウィー・メイシンクで発表したハイパーテキストの元となったシステムの概念である。ブッシュが創造したメメックスは個人が所有するすべての本、記録、通信内容などを圧縮して格納できるデバイスであり。 高速かつ柔軟に参照できるように機械化されているものである。メメックスは個人の記憶を拡張する個人的な補助記憶を提供する。メメックスの概念は後のハイパーテキスト開発や個人用知識ベースソフトウェア開発に多大な影響を与えた。コンセプト自体は先進的であるがコンピュータの基本原則を無視して構想されており、 実際に機能するものは作成できない。ブッシュの1945年の論文において、MEMEX メメは個人が使用する電気機械式装置として描かれており、大きな自己完結型の図書館を構成し、それにリンクと注釈という形で、連想の功績を追加したり、他人の連想の功績をたどって読んだりできるとしている。使用するテクノロジーは、電気機械式制御、 マイクロフィルムのカメラとリーダーなどで、それらを大きめの机にすべて組み込む。マイクロフィルム化された図書館はその机の中にほとんど収まっているが、ユーザーは必要に応じて、マイクロフィルムのリールを追加、除去できる。机の上面は傾斜のある透過型スクリーンになっていて、そこにマイクロフィルムを投影して読むことができる。また、最上部には、プラテンがあり、手書きのノート、 写真、メモなどをそこに置き、レバーを謳歌することで未使用のフィルムに、それらを撮影して収めることができる。ブッシュによれば、メメックスとは一種の機械化された個人用ファイル兼ライブラリーである。マイクロフィルム、看板写真、アナログコンピュータを使い、作品付けした膨大な知識の保管所へのアクセスを可能にするもので、どんな知識でもほんの少しのキー謳歌で呼び出せるという。 メメックスのビジョンは1960年代の初期の実用的なハイパーテキストシステムの着想を与えたとされている。ブッシュがアズウィーメイシンクで示したメメックスなどのビジョンは1930年代と1940年代の基地のテクノロジーから外装したものでジュール・ベルヌの考え方やアーサー・シー・クラークが1945年に提案した静止衛星による通信などと近い。 ブッシュの提案した m メック x は、マイクロフィルムのコマとコマにリンクを設定できるが、現在のハイパーリンクのように文書の中の単語や、文節や画像をリンクすることはできない。ブッシュが描いた連想の功績は、リンクによって鎖のように繋がれた一連のマイクロフィルムのコマであり、これは格納されている順番とは全く関係ない。そこに、個人的なコメントや枝分かれした功績を付属させる。 こともできる。当時ブッシュは情報の作品付けの方法を制限と考えており、人間の脳内で行われている連想と似たような情報蓄積方法を提案したのである。ブッシュは何らかの合図を使えば、そのような連想に容易にアクセスできると考えた。現代のウェブブラウザで最も近いものとしては、特定の話題に関連する記事のブックマークのリストを作成し、 それら記事を自動的にスクロールする何らかの機構を持つようなものである。現代のハイパーテキストでは単語や文節レベルでリンクするため関連情報の連結は MEMEX メメよりも洗練されている。しかしブッシュが無双したように個人が個人的な功績を作り、それを仲間と共有し、さらに全世界に公開するということが実現したのは ウィキなどのソーシャルソフトウェアモデルが登場してからのことである。メメックスには他の機能もある。ユーザーは文章を写真に撮ったり、タッチ式透かスクリーンを使って新たな情報をマイクロフィルムに格納することができる。また、ユーザーが独自のコメントを挿入し、それをメインの功績にリンクしたり、特定アイテムへの脇道の功績にすることもできる。したがって、 ユーザーは利用可能な素材の迷路を使って自身の興味の功績を作ることができる。またそのように構築した功績をコピーして友人に私、興味や関心を共有することができる。ティム・オレンはメメックスをマイクロフィルムベースのパーソナルコンピュータの先駆者であると指摘した。1945年9月10日のライフ氏の記事では メメックスデスクの創造図が初めて示されており、科学者が実験の時に頭に装着するようなカメラ、音声合成によるテキストの読み上げや、音声認識の可能なタイプライターが出てくる。これらのメメックスマシンは、おそらく我々が未来のオフィスと呼んでいるものの最初期の具体的な記述であろう。メメックスを与えられた学者は一連の情報と連結することで、 独自の知識ツールを作成でき、それらのツールを共有し、そのツール群を使って、さらに洗練された知識を生み出し、公表することができる。メメックスは、情報爆発を知識爆発に変換する手段として、創造された。これは、ニューメディアの夢の一つであるブッシュの考えた、メメックスは、単に個人単独の研究成果を強化する、機構というだけのものではない。出版物や、 個人的記録を連結し、注釈を添えるという機能は、世界の記録を作成し利用するという過程を大きく変化させるとされていた。ブッシュは、技術的困難さは度外視していると記しているが、同時に、真空管の出現で技術が大きく進歩したように、将来重要な新技術が登場するかもしれない点も、無視していると記している。実際、 オームットのビジョンをマイクロフィルムで実現することは月へ人間を送り込むのに10レベルヌの無双した大砲を使うのと似たようなものである。どちらの場合もビジョンそのものが重要なのであってそれを消実する際のテクノロジーは重要ではない。マイケルバックランドはブッシュのこの分野への貢献は2つある。1つは高速マイクロフィルムセレクターを実際に 試作したという工学上の業績。もう一つは、アズビー、メイシンクという試作的論文を書いたことで、熟達した文章と著者の社会的名声によって、大きくしかも長く続く反響があり、それが他者を刺激する効果を発揮したと結論付けている。メメックス、ゲッティング、バックオンザトレイルの中で、ティム・オレンは、オームット・デ・ブッシュが描いたビジョンについて、百科事典と仲間の功績を、 自分の成果に取り入れることができる個人用機器と表現している。しかし、ブッシュが1959年に書いた MEMEX2 メメのドラフト原稿では、学会では論文を紙に印刷しなくなるだろうと書いており、テープ媒体で論文を取り寄せたり、電話回線でファクシミリのような形でダウンロードするだろうとしている。また、それぞれの学会は、あらゆる論文を格納した。 アイムアスターメメックスを所有し、その中で論文が相互にリンクされていて、古典的なものから最新のものまで同一テーマの論文をたどることができるとしている。このシステムには自動検索機能も汎用のメタデータ標準も考慮されていない。それは例えば標準的図書分類やダブリンコアのようなハイパーテキスト要素の集合のことである。代わりに、 ユーザーが何らかの文書や画像を新たな項目として登録したときは、そのユーザーのコードブックに追加した項目のインデックスと内容の説明を書き込むことを期待されている。そのコードブックを参照することでユーザーは項目を探して表示できるのである。1992年の論文でマイケルバックランドは、ブッシュが情報学をよく理解しておらず、目録や 分類法についても一般的でない考え方をしていたため、メメックスは欠陥だらけであると示唆し、ブッシュは個人の記録間の任意の関連付けの生成が記憶の基本だと考えており、インデックスではなくメメックスを望んでいた。その結果は個人化された表面的なもので、本質的には自滅的設計だと記している。バックランドがこれを書いたのはワールドワイドウェブの黎明期であり、 www は1991年に登場したが1993年頃まで広く使われるには至っていない。初期のウェブはとにかくリンクするのが支配的だった。分類やインデックスといった部分はその後に発達し、検索エンジンによる自動インデックスが分類しようとする努力を上回る卓越性を獲得したが、どちらもリンクと相補的であり続けている。 バックランドがメメックスだけでなく初期の WWW についても同様の誹謗を行ったかは不明である。インデックスが不慣れな主題を扱う際に最も適切な手段であることが後に明らかになったが、連想的リンクも対象領域について学ぶ際の効果的なナビゲーション方法であり続けている。インターネット時代においてリンクは一般に そのページの作者が自覚的に埋め込むが、インデックスは一般に常に機械的である。ブッシュがインデックスに卓越性を認めなかったのは、その有効性を見誤ったというよりも、単にインデックス生成の機械的プロセスを想像できなかっただけかもしれない。バックランドはまた、ブッシュのアイデアを1945年以降のデジタルコンピュータの先駆けというよりも、 1945年以前に開発されたマイクロフィルム技術の歴史的観点から見るべきだとしている。第二次世界大戦以前にマイクロフィルムを使った高速検索装置が開発されており、例えば1938年のレオナルド・タウンゼンドの提案したマイクロフィルムベースのワークステーションや、1931年にエマネル・ゴルトベルクが提案したマイクロフィルムと、 原子工学ベースのセレクターなどがある。バックランドは現代ではコンピュータ技術がそうであるように、1930年代にはマイクロフィルムが最新の情報検索技術であり、最も見込みがあると見られていたと指摘する。また、ブッシュは1938年から1940年にかけて MIT での同僚ハロルド友人にエジャートンが生み出したストロボスコープを使い、 マイクロフィルムの高速セレクターを開発しようとしたことがある。バックランドはブッシュのチームがゴルトベルクの先行する業績を知らなかった可能性はあるが、IBM の研究者やブッシュのスポンサーだったコダックの研究所は気づいていたと指摘する。このアイデアは直接 JCR リックライダー、ダグラス・エンゲルバートに影響を与えただけでなく、テッド・ネルソンのハイパーメディアと ハイパーテキストに関する仕事にも影響を与えている。アズウィーメイシンクでは、ハイパーテキストだけでなく様々な未来の発明を予測していた。ブッシュは次のように書いている。全く新しい形式の百科辞典が出現するだろう。事前に用意された連想の功績が項目間を走り、メメックスにそのまま入れることができ、メメックスの機能を拡大するものである。今日の研究にも、 バネバーの影響が現れているものがある。一つは、マイクロソフトリサーチのゴードンベルのマイリフビッツである。チャールズ・ストロスの小説、残虐行為記録保管書と、続編群にはメメックスが登場している。ありがとうございます。